優勝戦四号艇の前出辰樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は一コースからコンマゼロ号のスタート。先前でしたが、二着という形で輸出になりました。今節は連勝スタートだったんですが、足の方はどうでしたか？パーセントよりかは動いていると思います。はい。今回は二連打率が二十四パーセント、近況は十五パーセントのエンジンでしたが、それを考えると。 動き的には悪くないそうですね。はい、はい、これはもう全県からそんな感じだったんですか？ま全件はちょっとよくわからんかったんですけど、はい、初日まあ展開も良かったんでこ、はい、れたんで。はい、その後初日連勝の後は2着が多いんですが、足的な変化はありますか？足ってちょっと悪くしてるかもしれないですね。はい、ちょっと勝ちきれ昨日とかもちょっともったいないことしてるんで、はい、今日もちょっと失敗しました。ターンははい。ではそのあたりを含めて優勝戦。向けては少し改善して。 そうですねちょっと優勝戦入るとエンジンはそこまでやと思うんでなん、はい、とか展開つけるように頑張りますはい。4枠ですからこれはもう角から思い切ってスタート決めたいですねはいわかりました小島では16年の2月に輸出経験もありますその時は3着でしたこれで通算では9回目の輸出で初優勝がかかる一戦ですファンの方に一言お願いします優勝したいです頑張ります